占い師のクリスティです。アシスタントは彩乃ちゃん、はい、お願いします。今回は毎年恒例最強金運アップといえば牛の日にアジサイを飾ろうなんですけれども、今回はなんとねプラス最大貴重日もあるよ。皆さんお楽しみに。アジサイといえば去年も動画を出したんですけれども、そちらは完全版となっているので概要欄にも貼っておくのでぜひ参考にもう一回見てくださいなんですけれども、それよりもね、あのちゃん、はい、7月のもう中旬過ぎてるじゃない。はい、そしたらもうさアジサイ買えないじゃない。確かに。さあ、あやのちゃんもさ、あれ何アジサイないのになんでアジサイの動画とか持ってるじゃん、うん、はい、皆さん安心してください。ジャパネットクリタ後でねものすごい情報出しますんで、アジサイが買えなくてもアジサイが手に入る方法をもうこれねこんだけ聞いておいてね意外と簡単だからみんな安心してください。なのでですね、アジサイをなぜ飾るのかっていうね、そういうところから始めたいと思います。アジサイにはいろんな説があると思います。例えば有名なのでいくと6のつく日に飾るのがいいとか、あとはなんかね飾ってるだけでこう運気が上がるとか言われてると思うんですけれども、クリさんが教えるこのやり方はですね、日本古来の伝統的なアジサイの祭り方を皆さんにそのまんま伝授しているので、もうねこれが一番最強の金運アップだとクリさんは思っています。なんですけれども、なぜアジサイにいろんな説があるかというと、実はアジサイ自体にいろんな意味や効果があります。例えばですね、アジサイといえば厄除けや魔除けの効果があるとも言われています。そして玄関に飾ると金運や商売繁盛とも言われているし、トイレに飾ると健康だったり、あとはちょっとね下関係のねちょっとね、うん、でそういうのに効果があるって言われてたり、あとはねなんかね風水的によくねこう枯れた花は NG とされてるんですけれども、アジサイはね枯れてても飾ってても大丈夫だったりするんです。なのでね、アジサイ自体がものすごくもともと昔からもうこういういろんな効果があるとされている花なので、この花の飾り方っていうのがやっぱりねこのいつの時代から始まってるのかがすごい大事だと思うので、クリーさんは一番効果のあるアジサイの飾り方を紹介したいと思います。それでは早速アジサイの飾る日なんですけれども、これね飾る日が大事です。もうねこの日に飾れば金運アップとされているので、皆さん去年と同様牛の日です。なんと今年は牛の日が2回あります。1回目が7月の24日です。そして2回目が8月の5日になります。このどちらかの1日にアジサイを飾ればいいので、皆さんこの2日間のどちらかに必ずアジサイを飾るようにしましょう。そして飾り方なんですけれども、ただ牛の日に飾るっていうだけじゃねダメなんですよ。金運は閉じ込められないんですよ。やっぱね、はい、金運アップって言ったらめんどくさいこといっぱいしてこそみたいなところがあるんですよ。なのでこれはね前の動画を見た方はねすごいねあの用意するものとかも知ってるとは思うんですけれども、クリさんは親切なのでちょっと軽く復習したいと思います。はい、まず用意するもの、アジサイを3本か5本用意します。これはもう奇数で決まってますので3本か5本です。で、基地方位先から取ってきたアジサイがすごくいいとされてるんですけれども、もうこれはそんなこだわらなくてもいいし、後で説明もしますけれども、もし可能である方は基地方位先でもいいと思います。で、あと、アジサイの色なんですけれども、何色でも大丈夫です。例えばね、白、青、緑、いろんな色ありますよね。もう何色でも OK です。ただし、ガクアジサイだけは NG です。ガクアジサイは効果がありません。で、ブランドなんですけれども、もう国産のものでも海外のものでも、あの日本にあるアジサイだったら何でも大丈夫です。例えばいろんな種類があるじゃないですか。うん、クリさんはですね、今年はね、なんとね、北海道産の、そうですよ、恋物語っていうね、素敵な、じゃあ実はアジサイ今進化してて、はい、普通アジサイってほらなんかちょっと四つ葉のクローバーみたいなのがあるじゃん。うん、今ね、バラの花みたいに咲いてるアジサイがあるのよ。すごい素敵で、クリさんはね、ちょっとね、ロマンチックに、恋愛物語っていうね、ちょっと素晴らしいのをね、ちょっとゲットしたんですけれども、ですね、ちなみにですね、もう枯れてしまってて、もうだいぶ前に買ったやつなのでね、ちょっと枯れてるんですけれども、こんな状態になってます。はい、もうバラかどうかわかんない。なんですけれども、ね、あの別にね、本当だからいろんな種類あると思うんですけれども、どんな種類でも大丈夫です。続きまして、用意するものは、半紙、麻ひも、そして紅白の水引きになります。もちろん筆と墨汁も必要になりますので、皆さん100均で簡単に手に入れられるので、こちらはぜひ用意してください。なぜ必要かというと、まず用意したアジサイ3本か5本の根元を麻ひもで結びます。続いてそのアジサイの根元を半紙で包みます。そして最後に紅白の水引きで結びます。こちらはね、蝶々結びで簡単にぐるぐるぐるっと巻いてキュッと結んでいただければ大丈夫です。これで第一
1段階のアジサイの準備は完了です。そしてその仕上がったアジサイを丑の日に飾ればいいんですけれども、はい、皆さんここで時間帯が大切です。その状態にしたアジサイを花は下の状態で丑の日の7月24日か8月5日の正午に飾ります。12時ぴったりです。これがすごく大切です。アジサイにはですね、そもそも108人の仏様が乗っているとされている、ものすごいありがたいね、アジサイなので、そのアジサイを108人乗ったまんまコンプリートするには、12時ぴったりによいしょって飾るのが大切になってきます。で、飾る場所も大切です。飾る場所なんですけれども、もうペッて貼っておけばいいって言ったんですけれども、実際には吊るします。吊るすので、輪っかはちゃんと作ってくださいね。なので、吊るし方なんですけれども、家の中心から見た真南の方角に吊るします。で、吊るす場所はもちろん目線より上。もうね、天井スレスレでもいいです。とにかく、ものすごく高いところに吊るすのが最適です。で、ここで注意しなければいけないのが、家の外だったり、あとなんかこう、ちょっと物が上にあって、その下に飾るとかよくないので、なるべく南の場所で何もない場所を探して、方位で言うと、南は30度、60度の30度のところを指すので、30度以内の南だったら、どこに飾っても大丈夫です。30度、60度がわからない方は、あちこち方位というアプリをダウンロードしてください。こちらのアプリは、もう方位に行く方は絶対必須のアプリですので、クリさんのね、動画を見てる方はね、あちこち方位がないとね、どこも行けないんで、もうこれ絶対にね、アプリはダウンロードしてください。なぜかというと、いろんな方位アプリがあると思うんですけれども、クリさんが今まで見てきて、めっちゃ簡単で設定も楽で、しかも無料。すごくない？無料大事。もうね、CM なし。すごい。素晴らしい。広告ないアプリなかなかないからね。なので、あちこち方位をダウンロードして、南30度、60度も全部設定もあります。それで自宅から見た南も全部わかりますので、ぜひこちらのアプリをダウンロードしていただきたいと思います。そして、アジサイを南の方角に飾ったら、1年間そのまま飾ったままにしておきます。なので、落ちないようにしっかり吊るすのが大切です。で、来年の丑の日にまた同じように南の方角にペッて貼り替えるだけですので、一度やっておくと毎年すごく楽なので、皆さんお忘れなく。そして1年間飾った後のアジサイはお焚き上げをしましょう。これで終わりじゃないんだよ、やろちゃん。はい。もう最後の締めがあるんだよ。はい。実はね、丑の日に飾って終わりじゃないんですよ。これだとね、108人の仏様はゲットできないんですよ。はい。何が大切か、これね、ほとんどね、言われてない、すごいね、説だと思うんだけれども、次の日が大切なんです。はい。次の日に、半紙に、大きい字で、虎って書かなきゃいけないんですよ。うん。で、この虎って書いて、初めてコンプリートなんです。はい。なので、丑の日の必ず次の日に、半紙に大きく虎と書いて、それを折っても大丈夫です。仏壇にしまったり、仏壇がない家は大切なものをしまうタンスに入れておけば、これで完璧コンプリートです。さあ皆さん、ここまで動画を見てくれた方は、さあアジサイ飾りたいと思っても、もう売ってないわってね、ツッコミ入れてくれてる方が多いと思うんですけれども、あやのちゃん、今回はどこでゲットできると思います？どこでしょう？ジャパネットクリタ的にはさ、ちょっと楽天使いたいとこなんだけど、はい、楽天はね、今年咲いたアジサイかどうかもわかんないし、もうね、高いし売ってないしとかだったんだけど、今回は皆さん、メルカリとラクマです。メルカリとラクマでではですね、今年咲いたアジサイが大切なんですけれども、なんとね、出品者さんが今年育てたアジサイをドライフラワーにしてそのまんま売ってくれてるんです。で、すごくいいのが、どっちもね、産地がちゃんと書いてあるので、なんと方角が選べるんです。で、値段もめっちゃ安いの、あのちゃん。びっくりするよ。はい、なんとね、10本で1500円とか。おー。でも、クリさんもメルカリにすればよかったな。まあでも、本当にドライフラワーに、私もね、早めに買ってドライフラワーに見たと思うんですけれども、してるので、全然ドライフラワーでも構わないので、もうね、今手に入れられない方は、ぜひね、メルカリとラクマで買ってください。そして、方角を選びたい方のために、吉方位も出してきました。7月の最大吉方位の発表です。7月にこの方角に行けば運気も上がるので、ドライフラワーを買う方角のついでに、この方角に行くのも全然 OK です。それでは発表したいと思います。一泊水星の方は西南です。そして、時刻土星の方も西南です。残念ながら三匹木星と四緑木星の方はないので、方角は気にせずドライフラワーのアジサイをゲットしてください。そして、豪土星の方は東南と西南です。六泊金星の方は東南です。七赤金星の方も東南。そして八白土星の方は西南です。最後、九紫火星の皆さんは東南です。
で、三品木星の方と四六木星の方は、7月28日から方位を気にしなくていい天一天上期間があるので、28日以降に購入するのもいいと思います。そうなると、8月5日の牛の日にしか飾れないので、注意してください。そして、8月5日に飾る方のために、吉日を発表したいと思います。この日にアジサイ買うとさらに運気上がるでーっていう日にちです。クリさん、ちょっとなんかサービスすぎじゃない？それでは発表したいと思います。7月の20日、7月の29日、8月の1日になります。もちろん他の星の方も別に方角を気にしない方は、とにかくアジサイをゲットすればいいと思うので、方角も気にする方は、さっき言った方角をあちこち方位で自宅から見た産地をメルカリで選んで購入してください。いかがでしたか？去年のアジサイ動画よりもさらに内容をてんこ盛りして皆さんにお届けしているので、これを見て、金運を上げて、牛の日はうなぎ食べて、もりもり元気になって、さらに方位に出かけて、さらに運気を上げてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。じゃあねー。